りたいことを諦めないことです。今日は小児がんサバイバーの浦尻一乃さんにお越しいただいています。がんになってもこんな風に生きたい、そしてそのためにどのような活動をされてきたのかお聞きしたいと思います。それでは一乃さん、よろしくお願いいたします。まず簡単に一乃さんのご紹介をさせていただきたいと思います。浦尻一乃さん今19歳、はい、神経芽腫の小児がんサバイバーです。2001年に生まれて、2006年5歳の時に神経芽腫を発症しました。2010年10歳で再発され、また治療を受けられました。現在この4月に大学に入学されて、臨床検査技師を目指していらっしゃるそうです。はい、一乃さんは高校生の時に修学旅行という大きなイベントがあって、その時にその自分らしく生きたい、こんな風に生きたいっていうことをこう実践する場面がありました。今日は特にですね、そのことを掘り下げてお聞きしたいと思います。じゃあですね、高校生の時その修学旅行が、ありまして、その沖縄だったんですよね。で、その時のことを時系列でお話しいただいていいですか。まず中学校の時のスキー教室で、その調整剤があるのでトイレ付きのバスをお願いして手配してもらったんですが、一緒に乗る予定だった校長先生が乗れなくなって、代わりに副校長先生が乗ることになったんですけど、その校長先生にはトイレ付きのバスに一緒に乗ってスキー教室に行くっていうことを、まあ、了解いただいてたんですけども、副校長先生に急遽変更になったので、現地でリスクがある場合はちょっと乗せられないと言われてしまって、母の運転する車でスキー教室に行きました。それがあったので高校3、2年生の修学旅行の時にもトイレ付きのバスでみんなと一緒に行きたいっていう話をしたんですけど、そもそもトイレ付きのバスが手配できないと言われてしまったので、どうにか一緒に乗れる方法はないかなと考えました。その時にその病気のサバイバーとしてのツイッターのアカウントがあるので、そこで沖縄の観光バスでトイレ付きのバスを手配できる会社がないか探してますということをツイートして、そしたら皆さんがリツイートとかコメントで情報をくださって、そこに電話して学校の方とつなげていただいて、無事にバスを手配して一緒に行くことができました。修学旅行は何月ぐらいだったんですか。1月です。1月で、でそのバスが最初手配できないって聞いたのはそのどのくらい前。修学旅行の話が出たのが高校2年生に上がってちょっとしたぐらいだったので、4月か5月とか、はい、だと思います。そのままだと一乃ちゃんだけ他のタクシーとかで移動して、はい、こう首里城とかどこか分かんないけど、姫百合の塔とか他を回ろうっていう、その他のお友達はみんな一つのバスなのに一人だけ別の手段で移動しなきゃいけないって言われちゃったってことですよね。はい、タクシーか先生が運転する車って言われたんですけど、その車の手配は自分でやってくれって言われたので学校がしてくれない、はい、でも沖縄は皆さん観光地として有名なので、うん、トイレ付きのバスがないわけじゃないのかなと思って、はい、探したいなと思いました。そう、ツイッターはもともと一乃さんが普段からされてるんですか。そうですね、サバイバーのア
としてのアカウントを作ってたので、そちらで、はい、ツイートしました。うん、普段からその晩期合併症でこう膝が痛いとか何かこう体調不良とかあったりとか、こうどんな風にこう対応してる、乗り切ってるかっていうのを普段からこう発信してて、で今回、そういったバスはの情報ありませんかっていう感じでツイート上げてみたですかね。で多くの人がリツイートしてくれたり、はい、情報を寄せてくれたっていうことで、はい、もうそれは知らない人だったりするわけです。全然知らない方ですね。じゃあもう本当にこのリツイートリツイートとか拡散で広がって、はい、こうみんながあのなんかできることはないかってい う, こう自分が持ってる情報をきっと寄せてくれたんですね。どうでしたか、そういったリツイートを読んで。予想以上に拡散されててびっくりしたのと、うん、あとやっぱりそのコメントしてくださったので、その会社に問い合わせることができて、うん、すごいありがたかったなって思います。そう、問い合わせは一乃ちゃんが自分で、はい、あ電話して、ただ沖縄にトイレ付きバスが1台しかなくて、うん、たまたまその修学旅行の日が空いてたので、学校さんとつなげてくださいと言われて、学校の方にも電話をして、はい、お話ししてもらいました。自分で動いたっていうのが、はい、すごい行動力だなと思います。ありがとうございます。あのつないだ時はもうまだ4月か5月 の, その比較的早い段階から、夏休み前ぐらいだったと思います。はい、それまではちょっと不安な日々でしたね。はい、じゃあその夏休み、夏ぐらいに、そのお話が決まって、もう先生とかそれに対して何かこう一乃ちゃんにコメントとかくれるんですか？ただ学校とつなげてもらってから、学校からの了解の返事がなかなかいただけなくて、うんうん、で多分9月とかに決定できたので、まあ良かったなって思うんですけど、直接何かは言われてないんですけど、なんかその進級の前とかに、あの時は頑張ったねとか言われたことはあります。うんうん、それは結構後になってから、はい、ってことですよね。でその実際 の, その交渉してる時とか、先生がこう進捗を教えてくれたりとかはない感じで、ずっと どうなってるのかなって、9月まで分からなかったんですね。もうその行動して待ってる間とか、こうどんな気持ちで行った感じ？まあ本当に高校の修学旅行って、あの学生でクラスみんなで出かけたりとかは最後だろうなって思ってたので、行けなかったらどうしようって思いました。それはね、大学に入っちゃうとまたこうクラスとかとは違うもんね。はい、一つのクラスでこうみんなで同じ授業を受けてとかじゃなくなっちゃうからね。はい、でもその中学校の時とか、こう自分だけ別行動だったり、ね、副校長先生が、ね、理解がちょっと少なかったりとかね、悔しい思いをしてきた分、やったって感じだよね。はい、うん、ちなみにその沖縄 の, あのバスの方はこう乗り心地はもうバッチリでしたか？あ、すごい良かったんですけど、その私のクラスだけ違うバス会社だったので、はい、すごいなんでだろうっていう話を皆さんしてて、まあ、なんか申し訳ないなと思いました。1学年何クラスなんですか？その時は9です。あ、すごい大きい学校なんだね。9クラスもある。はい、じゃあ9クラスの
それぞれのバスの中で1台だけ違うバス会社のもんで、はい、こうね並んでる時にね、はい、駐車場でちょっと何組だけ違うバスって感じだったね、はい、でも本当良かったですね。良かったです。クラスの子とかは何かこう途中励ましの言葉とかこう決まって良かったねとか何か言葉ありましたか？事情を知ってる方があまりいなくて、うん、隠してるわけじゃないんですけど、うん、なので仲いい子とかは知っていたので、決まってからはじゃあ席隣にしようとか言ってくれたのが、まあ、初めて の、なんだろう、体験だったので嬉しかったです。嬉しいね、それはね、はい、じゃあ普段 の通学してる時は特にこう1時間おきにこうトイレに行けたりとか、普段の生活では学校生活はもう何も問題がなかったから知らない子も結構いたって。そうですね、ただ授業中に、まあ、トイレが近かったので先生にトイレに行くとか言わずに抜けさせてもらってたので、うん、まあ、多分察してる子もいたとは思います、うんうん、先生が注意しないってことはきっと、はい、うん、そういうね、はい、事情が何かあるんだろうなっていうことでみんな黙認してたね、きっとね。そうですね、うん、なんか分かってたって、ね、よ3年間なんだろう、すごい良い人たちに恵まれたクラスで良かったなと思います、うんうん、それすごいいいね、はい、学生生活が終わる、やっぱり一番最後の学年とかがメンバーに恵まれるってすごくいい思い出になるよね、はい、その理解してくれる子がこう隣のシートに座ってで、もう修学旅行もこう沖縄を回って本当に楽しい、ね、なんかやっぱりトイレがないと普段も朝ごはんを食べないって移動したりとか、うん、トイレに行かなくてでもいいようにあんまりお茶を飲めないとかあって、うん、でその修学旅行も皆さんバスの中でなんだろう、お菓子を食べたりとか、うん、そういうのがすごい楽しそうだなって思ってて、うん、トイレがあるってだけで私もそれができたので、うん、すごい楽しかったです。じゃあね、行きたい時に行けないと思ったら、はい、食べるのも我慢しちゃうし、はい、ね、飲み物も我慢しなきゃいけないってことだね、はい、本当にその必要だったんだよね、バスにトイレがついてるっていうこと、はい、なんかメッセージありますか？はい、病気をしてからずっと学生だったので、大人たちからリスクがある、それはみんなと同じ行動はできないとか、一人だけ特別扱いはできないっていうことをいろいろ言われてきたんですけど、だからそのやりたいことをリスクがあるからとか、私はハンデがあるからできないやって諦めるんじゃなくて、できるようにすること、何かこう手段を考えて調べてっていうことが大事だなって今はすごい思ってます、はい、すごい余談なんですけど、中学校卒業の前に合併症の膝の手術で車椅子だったんですけど、その時も卒業旅行を兼ねてディズニーランドに行こうって友達と話してたんですけど、で車椅子だったのに友達が全部押してくれて、すごい楽しかったし、そういうのが何だろう、今の自分につながってるので、うん、大事だなって思います。友達にも恵まれましたね、はい、うん、それはすごい思います、うん、では今日は、小児がんサバイバーの浦尻一乃ちゃんから、はい、体験談お聞きしました。きっと5歳で発症してから19歳まで本当にいろんなエピソードがあると思うんですけど、今日は特に
こう自分が生きたいっていうのを、どうこう周りの人に伝えていくか、そこで諦めずにね、生きたい、こう生きたいっていうのを、実践できるちょっときっかけ、参考になるお話をしていただきました。ありがとうございました。やりたいことを諦めないことです。